2023年、8月の31日、10時7分午前中です。ですね、阪神タイガースや日本のプロ野球界の方たちや J リーグの方たちへ、まあ、基本的に防災今うまくいっています。基本的に8月は平均で台風の発生は5個なんです。他国の、アメリカの方で発生している台風とかもああいうのもね、どうやら数えてるような気がします。よくわからないですよ、その辺のところ。もしかしたら太平洋内とかだけかもしれないんですけども、ちょっとね、調べた方がいいかもしれないですけど、ちょっとね、評価として、台風がね、ちゃんとフィリピンと台湾の間を、ここ最近の、8、9、15あたり、台湾の南に通過して、もう一つの台風は台湾の北を通過してるでしょ。うまくいってるんです、物事。で、雨が、まとまった雨が降った日、8月、兵庫県なんですけども、室内の気温、25度ぐらいでした。まあ、ここにね、湿度、室温が書いてるんですけども、まあ、昨日の試合に関して、阪神タイガースだったら、未来との時間軸の話の方なんですかね、何なのかよくわからないですけども、楽天の浅村選手にニュースの時に未来からの方で本気出したらええわっていうことを言ってホームランで逆転してるんですよね。で、ちゃんとホームページ見てもらったらわかると思いますけども、楽天とロッテっていう話だったでしょ。うまくいってるんですよ、全体的に物事見ると。ただちょっとあんまり広島とのゲーム差を詰められてきたらっていう部分もある程度あるのはあるんですよね。まあまだ5ゲームほどだったと思いますけども、8月今のところの予定で8月1日でしょう。それまでに、まあ、雨で延期される試合があるかもしれないですけども、だからまあ10月の方に日程ずれ込むというケースも想定されると、まあ、常識的に考えて今の時期で5ゲーム差を逆転されることはまずないなっていうところと、まあ、J リーグに関しても1位狙ってるんで、一気に今年まとめてね、もう一回優勝したら当分ないですから。で、もう僕はその方針ですよ。自分の兵庫県だろうとね、そんないじましいことしない。一つの都道府県で何回も優勝しようとしてた、そんな神奈川県みたいな、そんないじましいまし、まあもうそんな悪いことしない。で、天皇杯は実はもうヴィッセル神戸一回優勝したことあるんですよ。だから今回優勝するとどうなるかわからないからっていうような内容はすでにその日の昨日の昼間から考えてたんですよ。だ結果的に1対1で同点で PK で負けてるんですけども、本当のところそれが勝ちか負けかわかんないんですよ。最終的に天皇杯優勝してしまったらヴィッセル神戸が本番のそのシーズン優勝がないか、なくなるかもしれない。その高校野球の例で言うと、今年の春の高校野球、報徳学園を優勝させるつもりで頑張ってたんですけども、もう、何が僕は間違えたのか全くわかんなくて、おかしいなという悔しさが残ってたんですけども、最後、山梨県の高校で初めて、春の選抜優勝しましたっていうニュースが流れて、あ、そうか、自分で言ってた法の下に平等だと。だこういうことなんですよ。僕が頑張れば頑張るほどその方向で物事は話進んでるんですよ。だまあ今日は阪神タイガースまだ全力で勝ちに行きますよ。結果は正直どうなるかわからないですよ。正直昨日は勝ちゲームだった。
ただし、もう言ってしまった後ですから、言っておいた方がいいと思います。しとかいう声聞こえてきてるんですけども、それどう思います？それね、裁判に置き換えたルール法律だったら、法廷で証言しなかったら、ずっと原告の言ったままに裁判進むんですよ。ね、被告人の方は、抵抗しなかった、言い訳しなかったら、その通りに裁判進むし、下手な抵抗者は下手な抵抗者で、その辺、原告からさらに言われるんですよね。これだけ物事がはっきりしていると。だから僕の今までの裁判で、被告人として出てきた弁護士とか、ほぼ物言わないんですよ。で、僕の勝訴。言ったら言ったで、さらに僕は、いや、違うでしょ、ああでしょ、こうでしょ、を言うから、あと、高等裁判所でもう10年以上前に、淡井さんと同じぐらい頑張ることっていうことで、まあ、行政の主査をまず訴えて、即時抗告ですぐ高裁で、高等裁判所で、で、段階さんという裁判長の方が対応して、まあ、法廷で。そういう点です。あとはこちらで手続きしておきますって。で、主査が上の方の人間までいっぱいカバーを落としたのか何なのかいっぱい出てきて、その人たちがね、ここで嘘絶対言ったらあかんからってその主査の人を止めようとして、ね、嘘言ったら10万円の過料か即逮捕だから本当に法律で本当にそうなってますから、まあ、とにかく今日阪神タイガース勝ちに行くという方針ですね。もう言った方がいいのか、どうか僕迷うんですよ、本当に。一回巨人が3位まで来ちゃってるから、本当に。ややこしいでしょ、本当に。で、阪神タイガースが直接対決で広島に勝てばいいじゃないかぐらいはやっぱり僕普通に考えるから、まあ今日の試合勝ちに行くとしか言えないですね。結果は今日の試合がどうなろうとも、一番最悪なのはね、阪神も負けて巨人も勝つこと、これが一番最悪。いや、2位が広島じゃないかって思ってる阪神タイガースのファンは、一番ややこしいのは巨人だから、巨人に3位に入ってこられたくないんです、私としては。本当に。じゃじゃん。日本代表。右打者育てる話とか考えた。岡本が、うちよ。どう電波でつなげて、淡井圭介、阪神タイガースの選手に頭なんかかっそって言ってるのに、どうせ言ってる。バレてるから、本当に。中田翔も同じ。淡井圭介が、もう、巨人行って、しっかりした方がええんちゃうかって、お前もう髪の毛染めてもどうぞと、ネックレスはするわ、ちょっと、きちっとしなさいっていうことで。もうちょっとやんわりした言い方で言ってるんですけども、もうそんな格好してたらもう人間としてはそもそもダメになるからっていうことで。でね、そういう人がね、恩返しの意味間違えてるのか、間違えてるんでしょうね。阪神タイガース戦で打ってるでしょ。何を勘違いしてんの？状況を見て、相手チーム考えてたよ、そこは。恩返しってそういうことだよ。ややこしい話ね。これちょっとだけ、こういうふうな言い方しておきますけども、太田大志はね、もともと巨人にいたんですよ。他の球団行ったら、多分レギュラー取れるぞっていうことで、他の球団行って、阪神戦で打ち返してくるっていう変な恩返しね。こう怒りながら言うわけにもいかないでしょう。そのデッドボールとか、それで発生してもあれだしっていうところで、まあ多分加減
だと思いますよ。それこそ。まあ、笑うにしても何にしてもね、まあ、ちょっと皮膚が動いただけとか、まあ、そういうような話ってあるじゃないですか。営業スマイルがないとっていう部分も、仕事としてあるでしょ。そんなこと、そんな状態で僕働きに行って、そんな、ね、全く笑えない、笑ってない怖い人で、って、寂しすぎよって、絶対無理だから、そういうこと。だから、そんなルール導入されて、働きに行ってたら、ねえねえ、今までの昔の阪神の、ね、最下位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 、5位、最下位、それを2サイクル。もともとホンダが2サイクルエンジン開発してるんですよ。オートバイのメーカー。なぜ阪神が責任を。おかしい。おかしい、おかしい、絶対おかしいって。ホンダ知らん、知らん、知らん。ほんと。オートバイ僕は買ったから。違う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 。最初からの通勤費の話とかから聞いてくれたら絶対わかるって、まあそういう話になるんですけども、もう今まで話してきたからもうわかってるはずですよ。阪神淡路大震災があった。この辺引っ越ししてきた。有の中の地もほとんど田んぼだった。本当にですよ。本当に今、岡場駅の近くの、トヨタさんとか、あの辺りも最初畑でしたから。本当本当。で、交通費はね、学校、永田工業高等学校、今もありませんけども、その当時は原付で通ってたんですよ。で、阪神淡路大震災が発生してある程度経ってから、永田工業高等学校も閉店になったんですよ。で、中央区の方の高等学校と合併したと思うんですよ。定時制の。もうそこ、もう4つぐらい合併してるから、まあ、もともとそういうことなんですよ。人口少子化だから。で、定期はね、神戸電鉄と市営地下鉄でもっともっと3万以上はかかってたと思うんですよ。計算するでしょ。6ヶ月で18万とかになってきたら、原付き買えるでしょ。免許証代差し引いても、そこからスタートしてるんですよ。僕のオートバイ買った時の人生がね。で、阪神淡路大震災の直後の頃はまだオートバイ買ってなかったんですよ。神戸電鉄長田駅から地下鉄の新長田駅まで、あの辺りに長田工業高等学校があったから、自転車で、ね、通ってたんですよ。阪神淡路大震災直後。港川までは普及してなかったから、電車が。で、まあね、友達ともう帰りに電車の時間があるから、ね、少しでも早く帰らないと、もうみんな昼間働きながら、大変な人間は、まあ全員じゃないんですけども、正直。昼間働きながら、夜学校通ってるでしょ。で、距離遠いでしょ。自転車で、新長田から神戸電鉄の長田駅まで、それ結構距離あるんですよ。長田区として見たら広いんですけど、神戸電鉄長田駅、長田区だったか、兵庫区だったか、もうその境目ぐらいのところ、結構上り坂とかもあって、友達同士でね、平地のところで結構、まあ、馬鹿げたことを言いながらもう全力疾走して、あれはあれで危険なんですけども、そんなに自転車で全力疾走してたらどうせすぐ息切れ起こすんですけどね。まあ、その後原付き、これ無理だと、フルーツラーパークから永田工業高等学校まで原付き、それもういろんな意味で、送迎バスの時間とか、これ勤務時間が短くなりすぎるとか、まあそういうふうな考え方、学校ついてから、一回食事させてもらわなかったら、もしくはフルーツラパークで、従業員食堂で食事してから学校行かなかったら、授業中もお腹ペコペコになって、もう授業どころじゃなくなりますから、本当に。だって、ね、昼過ぎぐらいに食べたとしても、夜学校終わるのが9時前ぐらいだか21時前ぐらいとかで、家まで帰って、それから晩ご飯
って無理あるでしょ。だから いろんな意味で原付購入して、で案の定流れに乗っていて、時速47キロで後ろからパトカーにそこの原付止まりなさいっていうことで、まあ事情だけは聞いとこわって、一応何年乗ってるとか、なんかね、もう後から僕も見てびっくりしたんですけど、原付って何年か乗ってたら50キロ出していいとか何かあるみたいなんですよ、ルール。途中でルールコロコロ変えられたら僕もお手上げなんで、でいやもう法定違反って分かってます、罰金払います、でそこはおとなしくして、でやっぱり自分でもね、もうそこからしてだんだん間違えてきてるんですけども、もう最初交通費の話で原付き買ったはずなんですけども、どうしてもねやっぱり流れ乗らなかったで、後ろどんどん道幅狭いのに車を追い越していくから怖いっちゃ怖いんですよ。特に10トントラックとか本当にこれもう話ごちゃごちゃになってくるんですよ。まあけど法律には従わなきゃなんないし、50キロのあの原付の話も何年かかかってからのはずだと思うし、もう一応働いたしお金あるし、もう中型のバイクにしようかと思って、それで、ね、中型のバイクを買ったんですよ。スズキの RF400RV、まあ、そのあたりからね、スーパーロボット対戦の、ゲスペンスと RV とかそういうのがその後出てくるんですけども、まあまあその頃からバンダイナムコさんも関わってる方です。1998年か7年のフルツーラーパークから確実に。で、いやもういろんなメーカーの人が本当に来てちゃんとバラの間とかランの間で集まってるから、本当にちゃんと。で、まあ4階事務所のケースもあります。そうオートバイの話ね。ある程度理由あるから、しょうがないと言ったらしょうがないでしょ。右足の開放骨折も、その誰か勘違いした、後から入ってきた年上の人間がね、僕の方が年下で、僕の方が先輩で、本当はランク僕の方が上なんですよ。人材派遣会社内での。で、その結婚話、うんぬんのことをごちゃごちゃ言ってきて、で喧嘩売るようなことを言ってきてるんですよ。こっちの事情何も知らないで、もうこっちも入ってる名前と住所で、まあ、分からない、どこに住んでるかって、もう仕事中いちいちそんな話してたら、もう一回フォーク投げつけられたことがあって、上の人に僕も説明する時間、仕事中なんかないから、無理でしょ。でそこをそいつがまた、もう GTS に乗ってて、でその頃漫画で GTO とかなんとか良い作品でということで、ドラマで GTO 鬼塚英吉、鬼なんか永遠に塚の中に封じ込められてしまう。まあやっぱりもうこう言いたくなりますから、ある程度この話混ぜなかった僕の方が、あそこの感情の行き場がね、方向転換がもう分かるでしょ。もう言い方とかでもやっぱああいう言い方に なりますから、ベイスターズ戦で何々ですよってこうね、こうもう怒るわけにもいかないし、泣きながら言うわけにもいかないし、今なんか初回から涙流し始めたから、正直化しにくいの部分あるから、どうしようこの話って、優しさ、ややこしいでしょう。ものすごくいろんなこと考えてますから、悩んだり、もう分かった分かったってそういうふうに、まあ、とりあえずみんな怪我しないようにしようって、その後どういう事態が待ち受けてるか僕も分からないから、未来の方でとりあえず、まあ今のところ阪神タイガースと横浜戦で大きな怪我人は出てないはず、総合的に考えますね。台風の件とかエンゼルスの故障者
の話とか、台風ヒラリーがアナハイムのエンゼルスの方へ行きましたから、ちゃんと試合中止になってたから、あれ絶対本当ですよ。もう何原因かわからない。でその開放骨折の時だったら、右足のねオートバイのその、まあ、どうやった帰り道に言ったんですよ。その GTS 乗ってる人間が、俺を追い越そうとするなよとか、もうほとんど挑発行為でしょ。まあもうもうね、まあここまでにしときます。以上です。もう今日も無事一日に皆さんがお過ごしできるようにお祈りしたはずです。ちょっと記憶は曖昧なんで、もう一回お祈りしときます。あの防災込みで、台風消滅込みで。以上です。